各光各光は、全館の政治家。字は小竹氏。小帝、先帝の二代を補佐し政治を取り仕切った。各中樹の子で、各挙兵の伊母帝。各、各政君の父。上階皇后の母方の祖父。武帝の皇后の永寧のおいにあたる名将、各挙兵の伊母帝という縁で出資し、武帝の信任が厚く各挙兵の死後も、順調に出世した。 紀元前八十七年に武帝が亡くなるとき、まだ八歳の幼い皇帝、小帝の補佐ができる人物は、各光以外にないと思い、各光を大使は大将軍に任じて禁止、上官決と共に、これを補佐させた。しかし、後に、各光と上官決は対立するようになった。上官決は、小帝の兄であるのに定位につけなかったことを恨みに、思っていた、炎王竜明。 各光と財政政策などで対立していた、総広仕様らと計り事を巡らせて、商帝に各光を排することを断念したが、商帝は取り合わなかった。そのため兵を伏せ、各光を撃ち、商帝を排する企てを起こしたが、ことは、露剣、縁王、竜明は自殺し、上官傑らは中殺された。上官、傑の一族で生き残ったのは、皇后上官氏のみであった。 正帝が成人してからも各光への信任は厚く、治世十三年の間すべて政治を各光に取り仕切らせた。紀元前七十四年、このないまま正帝が亡くなると、各光は正雄王、龍河を定位につけた。しかし、行いがひどいとして、わずか二十七日で廃止代わりに武帝の彦の龍病位が定位についた。各光は引き続き、 大柴大将軍として、菅の政治を一任されていたが、紀元前68年に亡くなった。武帝亡き後の菅の政治を速やかにまとめた、各光の功績は大であったが、彼自身はひたすら身を慎み、僭越な振る舞いや戦を避け、とに目立って身を滅ぼすことはなかった。しかし一族は、各光の威勢を頼んで傲慢であり、 先帝の皇后の元平君を毒殺して、代わりに一族の娘を皇后に立てるなど、傲慢な振る舞いが目立った。彼らは、各光ほどの人望もなかったことから、各光なき後は先帝に実権を奪われた上、最後には謀反を計画したため、先帝の勅命によりこの、格は、養山に処され、その聖母や姉妹など、一族皆殺しに処された。 各光によって擁立された選定は、即位当初に各光に政権を委ねる胸のみことのりを発したが、その際に用いられた文言、関わあり、しらすが、日本の実質上の最小であった関白の名の由来とされる。また、関白の異名として、広し陸とも称するが、これは、各光が広し陸公であったことに由来している。初代関白である藤原元常は、 妖精天皇を排して、皇族の長老の高校天皇を擁立した。人皇政党期では、この行動を、正雄王、龍河を排して、剪定を迎えた各光のそれになぞらえて、たたえている。ありがとうございます。